Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV、 ようこそ、サルです。さあ、私が最近バスフィッシングでハマっているルアー、虫。その中でも虫系の最終形態ではないかというふうに謳われております新しいルアーをついに入手しましたので、今日はご紹介&1 時間少しだけ釣りに行く時間がありましたので、実調も交えて紹介していこうかなと思います。大げさなこと言ったけど最終形態でもないかな。はい、てな感じでね、今回ですね、エバーグリーンさんから出ましたこちらギズモ、これですね。虫系ルアーのコンセプトで浮くスモールラバーチグというふうに言われて新発売されました。水面へと誘うリアルな生命感というところで、こちらのルアーをやっと待って購入できました。こちらの実調も交えて1時間ちょっとだけどね、非常に小さいね、まあ大きい場所じゃないですけど、小さい前振りのサイズが釣れましたので、そちらの実調もね交えて紹介していこうかなと思います。それではまず実調からどうぞ。さて、それではね、やっていきましょう。こちら最新作エバーグリーンから出ましたギズモ、待ちに待ってましたよ。浮くスモラバというコンセプトの虫系ルアー、ちょっとね、動画外でね、もう実は1匹釣ってます。足元にギラッと動いた何かがいたんで、3頭目ぐらいだったかな、ポンと落とした瞬間にまあすっ飛んできた。あ、いきなりいた。これ多分釣れるやつ、これ釣れるやつよ。サイズ感が合わないか、ちょっと小さいかな。ちょっと食いそうなやついましたけど、ちょっと小さいかな。バス自体が小さいな。今日ちょっと結構ね、活性高いんですよ。あ、でも集団でいる。もしかしたら合うかもしれない。釣れそうなやついたね。今日結構千代田湖いいぞ。まあ3頭目で釣れたからね。っていうのもありんつ。うろ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 食いそうなバスがめちゃくちゃ足元で目立ちますね。いいぞいいぞ。お、動いた。あそこどう？カメか。カメだ。カメだな。いや、結構こうパーンってね、上に何か出てくるとき、そういう水の動き、すでに張ってた方が良さそうですね。今日はいいぞ、活性。ちょっと遠目も狙ってみましょう。キャストもしやすいっすね。今、P ライン 0.8 ですね。で、直結でやってます。スピニングでね。非常にルアーの重みがあって飛ばしやすいっす。コントロールも効くし、あとは浮き草をどのぐらいこう巻き込んじゃうかなってぐらい。なんだろう、ネチ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 こう、ネチ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 って今、ね、水の上に浮いてる水草の上を通して見てますけど、ネチネチやると、スッて通ってこれるかもしれない。こう、ポッパーみたいにチャポッチャポッってやっちゃうと巻き込んじゃう。そんな感じがありますね。このね、ルアーの、針がね、こう、お尻から出てて、下向いてるんですよ。で、これがちょっとしたガードになってて、これがうまくね、今この千代田湖に浮いてるぐらいの水草がうまく回避してきてくれる。ただ、ネチ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 ゆっくり通した方がね、いいっすね。ポッパーみたいにジャボッジャボッってやっちゃうと引っ掛けちゃうかもしんない。よっしゃ、行きましょう。ナイスキャス。まずは端。やっぱ端重要っすね。いいね、サクさんのその、ロスオさんの丁寧なね、探りがね、きっといい兆候につながるはず。流れてんだったら向こうまで流れてくる。あ、そうか、そう、あ、そういう攻め方があったっすね。こっちから流してナチュラルに、まあ、気の遠くなるようなナチュラル通り人っすけど、相当遠いっすよ。でかい、多分でも出りゃでかいっすよ。一応真ん中も怪しいっすからね。さっき真ん中いましたもんね。いましたもんね。
結構なんか入り組んでるんですよ、ゴツゴツした岩があって。沈み物多いっすよここ。でもちょうどここにバスがたまるゾーン。いやここは行けほしいですね。てかいたじゃん。向こうの端行ってみますか。あギルか。あギルか、びっくりした。ギルでしたか。いやでもギルでもいい。ギルでもいい。いいキャスト。いやいやいいっすよいいっすよ。あえ出ました。 LINE LINE 動きました。 LINE っていうかパパンっつって。マジっすか。ギルっぽい当たりのような。トゥントゥンって来ました。生命感ありますね。生命感ある。それかなんか向こうに障害物が出てる。そこに触れたか。いや何も多分ないっすよ。ないっすか。見た感じ何もないっす。ギルっすね。このギズもギルも全然ついてきますからね。ナイスキャスト。もう出ていいでしょう。これはもう完璧。いない。いない。なぜだ。ただギルみたいなのはギルがつくんすかね、やっぱり。ああ出ないか。よし、ちょっと素早くね、手返しよくやっていきましょう。多分ネチネチしててもそんなに出ない。いそうなところに落としてちょんちょんちょんって2回ぐらいツイッチ入れたら次って感じで。多分今日は落ちパクパターン。ネチネチやっても食わん。毎回言ってるな、そういう風に。前がやん言ってる。いそうなところにポンと落として、トゥン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 。で、回収。あそこもいそうだなーと思ったら、キャストして、落として、二三回、トゥン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 、スイッチ入れて、トゥン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 。トゥン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 。トゥン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 。で、はい、返し。このぐらいの手返しでやった方が多分、バスに遭遇する確率が増える。ネチネチやっても多分ダメっすね。いそうなところで、トゥン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 。トゥン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 。トゥン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 。はい、回収みたいな感じかな。よーし、食った。よーし、よし、よし。小さいけど、ギズモフィッシュ。まずこんなもん。よし、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 よし。小さいけど、ギズモフィッシュ。はい、はい、はい。はい、はい、はい。えい、ちっちゃい。けど、しっかり、このギズモ乗る。ちっちゃかったっすね。スッてなくなったね。まさに、ウクスモラバ。小さいのも釣れる。よかった。まず一匹目。そんな感じでこちらのギズモ、まあ小さいながらも一匹どうにかね、1時間でキャッチできました。こんな感じの見てくれ、蜂みたいですね。まあ、よく見ると太陽の塔、もしくはエヴァンゲリオンの使徒を彷彿させるかのような格好に、こんな感じでベラベラといっぱいラバーが出てます。で、反対側を向くと、これね、フックがね、胴体と一体型になってるタイプなんですよね。で、注目すべきなのはこちらのワイヤー。このワイヤーがあるからこそ、あれだけウィード、水草が生えてても、ネチ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 やると、スルッと抜けてきてしまう。あれでも思いっきりガンって抜いちゃうと、引っかかってしまうんですよね。まあ、つまりネチ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 、シェイクさせて、誘う。そんなウクスモラバのコンセプトということで、こちらの方が。できたんじゃないかなと思います。本当に水面でね、ネチネチネチってやるとね、うまい感じで抜けてくるんですよ。てな感じで今回こちらのギズモ1時間の実況交えて、楽しく遊ばせてもらいました。ぜひ皆様もこちらの方を店頭で見つけたら一回お手に取って確かめてみてください。てな感じで以上、スペースモンキーズ TV でした。バイ。